い、皆さんこんにちは、ゆりです。本日もご視聴ありがとうございます。寒くなってきましたね。もう久しぶりにタートルネック着ております。ということで今回は久しぶりに来ましたファンデーションのレビューです。お得意のですね、私シミとかそばかすとほくろがたくさんありますので、その肌を生かしてですね、こちらの新作メイベリンのフィットミーリキッドファンデーションのレビューをしていきたいと思います。はい、ちなみにこの色しか置いてなかったので、この2つ買ってきてちょっと混ぜて使っていきたいと思います。私本当に肌がちょっとね微妙な色してますので、混ぜようかなと思ってこの2色しかね置いてなかったのでね、買ってきたんですが、実はですね、このファンデーションはすごい量のカラーが出たんですよね。で、メイベリン今までそんなに量出てなかったんですよ、日本では。でも今回このファンデーションは、まあ、ほんま全部言うと40色ぐらいあるみたいなんですけど、すごいですよね。日本だけでも12色あるってことなので、かなりの幅広いファンデーションの色味が出ました。限定色があって、108番と115番、125番、230番が限定色になっているそうです。こう今までのって明るいか暗いかやったんですけど、今回のこのメイベリンのはイエローベースとかピンクベースとかそういった色味展開もあるからこそ作りやすい。結構特に日本人ってイエローベースの方とかめちゃくちゃ多いから、そう思うとすごく選びやすいのかなと思います。実際私これ今使ってみて1日過ごしてみてるんですけども、結構いい感じです。カバー力もなかなかありますね。早速レビューしていきたいと思います。いつも前置きながら決めてるかな。はい、じゃあ早速ちょっとすっぴんの状態なので塗っていきたいと思います。はい、はい、まずはですね、普段から使ってるこのストロボクリームのピンクライトと、あとはこのマックの、はい、フリッププライム使っていきます。はい、私本当に乾燥肌なので、やっぱこういう保湿力高いものですね、普段から使ってる下地を使った上からこのファンデーション塗っていきたいと思います。はい、はい、はい、でしっかり下地、保湿クリームと下地塗っていきました。じゃあ早速ですね、こちらのフィットミーリキッドファンデーション使っていきます。さっきも言ったんですけど、私肌の色このね2色しか今回売ってなかったんです。今回っていうか行った店舗で。なので120番と330番を、まあ、大体半々これぐらいにして、大体これぐらいで塗っていきたいと思います。結構サラサラしてます。伸びとかもめちゃくちゃいいです。触り心地としては結構みずみずしくて、どっちかというと本当にマックのファンデーションとすごい似てます。伸びもめっちゃいいです。じゃあちょっとつけていきます。こんな感じですね。もう塗った瞬間から結構カバー力あって、でちょっとブラシでぼかしていきます。こんな感じで結構伸びるんですけど、わかります？カバーは1回ではそんなにされないかな。でちょっと2回ぐらいこうね、指でちょっと叩き込みながら塗っていきたいと思います。すごい伸びやすいですけど、なんかどうやろう、指で塗る方がなんかいい気がする。なんかブラシやとその分取ってしまうんですけど、指の方が結構カバー力は全然違ってきます。これ結構アップなんですけど、わかります？軽い感じ。しっかりやっぱでもカバーはできてるんですけど、見えてる感じではあります。完全には隠せてないけど、毛穴とかあとここのなんていうんやろ、厚塗りがない感じがすごくいいなと思いました。どうなんやろ、うん、なんか全部取ってしまう感じがある。でも伸びがいいのでみずみずしさがありますね。ムラとかはすごいできにくいと思います。で2回塗ればいい感じ。私はね結構シミとそばかすひどいので、指で塗る方がいいなこれで。こうちょっと叩き込んでいく、軽くの方が綺麗に塗りますね。で普通のリキッドってこう塗ると結構ベタってするんですけど、これはね、どっちかっていうとサラッとしてます。あー、あれと似てる、ケイトのゼロファンデ。こう触り心地は、塗り心地とかこのリキッドの液体自体のテクスチャーはマックなんですけど、マックと似てますね。結構指でもこんな風にミヨーンって伸ばせちゃう。
すごいサラッとしてますね。だから多分オイリー肌の人にいいのかも。ちょっとパウダーっぽくなってくっていうのがあります。今まだね、手についてるやつですよ。そう思うと伸びいいですよね。こう塗った時に思うのが、今まで使ってるファンデーション、マーシュフィールドとかマックのファンデーションは塗るとやっぱベタつきがあって、こうスポンジで一回ちょっとね、こう油分を取ってからパウダーをつけたりとかする方がよりにくかったりするんですけど、今回これパウダーなしでもベタつかないし、肌にそのまんまフィットしてパウダー状になってくれる、なんかパウダーっぽくなってくれるので、こうわざわざベタつきを取らなくてもいいし、この辺とかがテカらないから汚くならないですね。今思った、それ結構いいですね。めっちゃ肌に馴染んでますね。いい感じすぎて、うん、やっぱ厚塗りがない、みずみずしいっていうところでもムラができにくい。だからといってこう塗った瞬間にどんどんこう消えていくのかっていうと、そうでもなくて、しっかりこう指で塗ると本当に肌にこうひっついてやってくれる感じですね。まあカバー力としてはやっぱりいつも使ってるやつの方が正直あるんですけど、まあね、結構最強なのでね、コンシーラーみたいなファンデーションなんでそれと比べるとやっぱないかなとは思うんですけど、でもそれでも2回塗れば結構消えるので、そう考えたらやっぱり普通にこれデパコスですって言っても全然通るようなぐらいのファンデーションだなって思いました。はい、ということで仕上がった状態がこの状態です。私とか言ってた私乾燥肌なんですけど、乾燥肌でも結構割といい感じ。下地自体もまあ、これ結構オイリー肌向けらしいので、まあでもどっちも使えるとも言われてます。まあ下地を変えることで全然変わってくるので、まあちょっと乾燥しちゃうなっていう風に思う方は、下地を、保湿の高い下地を使ったりとか、スキンケアでよりこう保湿力を高めて肌の上から塗ることがいいのかなと思いました。多分結構ねハイレベルなファンデーションきたなって正直思いました。で塗った時に重たいってよりかは軽い感じのイメージがあります。なので塗ってる、これ塗ってるけどそんなにこう張り付いてる感じがないから、めっちゃその肌にファンデーション乗ってるっていうのはないです。で時間が経つと、経てば経つほどそのいい感じにツヤが出てくるっていうかそういう風には感じました。だからマックと似てるんですよ。マックもそうなんですよね。塗って最初いい感じにマットなんですけど、時間経つとともにコテコテするっていうか、いい具合にツヤ感出てきて厚塗り感がなく見える。そう、これは本当に厚塗り感ないように見えますね。なんか水を塗った感じ、綺麗に毛穴も消えるし、まあ、あのカバー力はもちろんマッシュフィールドの方が正直めちゃくちゃあるんですけど、まあ、ちょっと重ねるぐらいでもいいのかな。だからこの上からコンシーラー使うのもありだと思います。でもファンデーション1本で使えるって人はすごくいいと思いますね。ちょっとした赤みとか、ちょっと軽くシミがあるっていう人とかはすごくいいなと思いました。10月末ぐらいから販売されてて、すごい人気急上昇中らしいので、手に入れてみてください、頑張って。私もこの2色しか使ったんですけど。まあでも、こう、テスターとかでもね、自分の色味にこう手の上乗っけたりとかして、こうやって顔に合わせてみてどうかなっていう風にもできると思うので、ぜひ試してみてください。ということで今回はメイベリンのこちらのファンデーションのレビューでした。よかったと思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。